なんで顔出ししないの？インターネットに顔を出したら死ぬと思ってるオタクだからですよ。おここ直近1年ぐらいとかもう激戦すぎてやばくて、すっごいお金かかるんですよ。あれ VTuber って皆さんなんか儲かるみたいなイメージ持ってる人もいると思うんですよ。それなぜかというと、あの大手の事務所の方が結構なスパチャとかもらってる、ランキングが公開されてるからなんですけど、大体お金使ってデビューした。超子さん YouTuber、 まあ本当に黎明期からおじゃロリオリスおじさんでいいんですか、はい、のネコマスさんです。はい、はい、こんばんは、ネコマスです。本日はよろしくお願いします。その隣にいらっしゃるのはですね、川崎水さんです。皆さんこんばんは。レイさんは俺のじゃろりおじさんとは VTuber なるものが現れ始めたぞっていう噂を、はい、聞いた時、俺たちもヤンさんやってんだよね、はい、あそれでこの人面白いよとかいろいろと紹介される中、のじゃろりおじさんを見たの俺は、はい、面白かったすごく、はいはい、したらのじゃろりおじさんもどうやら言いづらいんだけどヤンさん見てたっていうことが分かって、何がすごかったって声変えてないでしょ、うん、で可愛い女の子が声がおじさんっていうのでもう面白かった、うん、当時おいおいっていうツッコミ待ち、うんうん、これはあれ狙ったんですか、ね、狙ったって言うと狙ったのになるのかもしれないんですけど、ボイチェンしたりとかすると声の音質を綺麗に保ったまま女の子の声を出すって機材とかソフトの投資が必要だったりして、うん、それを知ってたのでめんどくさいから地声でいいやっていうだけですね。その時、うん、コンビニでバイトしてた、バイト終わって配信みたいな、うん、そうするとすごくリアルに、うん、今日の仕事きつかったみたいな、はい、そんな話してる中で、はい、本当世知辛いなって話をする中で、世知辛いのじゃっていうのがもう流行語になってキーワードとね、あと何が面白かったって、あのね、お金がないから、はい、技術の部分にお金かけられないから、はい、袖がね見たみたいな、そうそうそう、そこまでお金ないから、なるほど、どうぞ、世知辛いのじゃ、世知辛いから、うん、頑張ってこの状態っていうのがもう面白かったの。あーなるほどね、そのできてなさが面白かった、うんうん、これちょっと進歩すんのかなってみんなが思いながら応援してたっていう、うん、なるほど、今だったらもうちょっとできるんですけど、うん、あえてこのままにしてますね。そうですか、それがだからちょっと嬉しいです。ちょっともううちわみたいな、そうやろうと思えばできるんですけど、でもそれやっちゃうと板じゃないって思った人が残念な気持ちになっちゃうかなと思って、うんうん、このコスチュームというか、うん、アバターは自分でデザインされたんですか？そうですね、自分でデザインしてモデリングしました。じゃあやっぱ才能あるんじゃないね、そういう。元々イラスト描いたりとか、あ、そうなん、自分で小説描いたりとか、そういう割とクリエイター、クリエイティブなことをやってた人が、これはまあ面白いんじゃないかっていう、これ話いいですか、きっかけ的なものっていうのを。じゃあ聞いて、 VTuber やってるのは17年で、うん、それよりも前に最初にイラスト描き始めてて、うん、でそれこそレイジ先生が岡田敏夫先生とコラボしてヤンさん始めるきっかけになったような配信あったじゃないですか、うん、ありましたね、はい、本当それぐらいの時から休みの日にイラスト描きながら、レイジ先生の配信と岡田敏夫先生の配信とか見ながら作業しながらイラストの勉強してて、まあ、2016年とか17年くらいに、うん、あのオキュラスリフトっていう VR 機器が来るぞみたいな時になって 3D の勉強とかして、自分で 3D モデル作って動かして、これそのまま使ったら VTuber の動画作れるんじゃないってこう思って、2017年の末くらいに VTuber の動画投稿したら、まあ、それがヒットのきっかけになったっていう感じですね。早かったんだよ、第一印象。でも言うても5、6年前か、だすごいスピードで進化しましたよね、この業界。あ、そうですね、うん、正直、うん、上場企業が2社も出るとはなんか半信半疑な部分も あったというか、会社の中のこう決算見れるわけじゃないので、はい、本当にちゃんと黒字になる業界なのかなとかって思ってたら、思いっきり黒字上場して、すごいなと思って見てました。スイさんはいつぐらいからなんですか？私は2020年の6月からスタートで、今デビューしてから3年半ぐらいっていうところですね。業界が盛り上がってきたかなぐらいのところでデビューしました。おー、そっからもうやっぱり変わってます？いや、めちゃめちゃ変わりましたね。いろんな企業さんが儲かるぞという話を聞きつけて参入されて、で VTuber になることのハードルがすごい下がったっていうのが、2020年私がデビューした頃からの出来事で、ハードル下げるってことはプレイヤーの増加につながるので、怒涛のように VTuber が増えていったっていうのが2020年から2、3年ぐらいの出来事じゃないですかね、あ、やっぱコロナもあったんですかね。あったと思う。
VTuber のみならず YouTube 全般にポジティブな影響があったと思いますね、うんうん、あそれはありましたね、うんはい、見てくれる人が増えたっていうことは大きいですよね。逆に言うと、うん、ここ1年ぐらいはちょっと YouTube の総再生時間低下し気味っていうふうには聞いてるので、うん、あそうなんだって、耐えないといけないですねそうなんだってお二人は自宅から配信してるんですかっていうコメントがあるんですけど、私は自宅です。おうおう当然自宅ですよ、うん、どこにでもできるんだね、うん、あのスマホ1個あったらできますよ。カルチャー的には猫松さんがデビューされた時って、うん、なんか技術屋さんの超アーリーアダプターみたいな人が自分の技術博覧会みたいな感じでされる方が多かったんですけど、さっき私が申し上げた一般層に普及する技術が普及したとともに自分で作るというところから既存のメソッドとかソリューションを使って参入するっていう人がすごい増えてきたと思います。猫松さんがデビューされた時は多分ほとんど自分で作ってる人ばっかりだったと思いますよきっと、うん、あそうですね。あなんなら自分も一応最初の動画作った時はあの Unity っていうそのゲームを作るためのゲームエンジンみたいなのがあって、でそれ使うとプログラム入れたりとか出来合いのまあシステムとかがあるので、それを放り込むと 3D をうまく動かしたりとかっていう風にできるようになるので、意外と素人の人でも割と簡単に独自のアプリとかが作れちゃって、それで自分は撮影用のそのアプリを作ってやってましたね。猫松さん当時番組を作るって感じで配信してたんですか、どういう感じで配信してたんですか。いろんな企画も考えるわけじゃないですか。あでも、はい、正直言うと、はい、特に考えてなかったっていうのがとにかくやってみようで、はいはい、あそうです。正直最初の動画の1本目で、うん、はいどうもバーチャルのジャロリキセン娘 YouTuber おじさんの猫マスですって挨拶をするんですけど、はいはい、自分の中でもその一発ネタで終わりのつもりだったんですよそのなんかバーチャルで出落ちのジャロリで、うん、キツネ娘しかも YouTuber でおじさんっていういろんな属性が乗った妖怪みたいなやつがポンって出てきたら面白いじゃないですか。それでもう Twitter で、まあ、2、3日して忘れ去られるような存在みたいな感じで、でもその一発ネタをやりたくてやったみたいな感じですね。ほうで始めたらあとはもうなんとなく今日の話を雑談でするみたいな感じ。ああそうです、特に考えてなく、まあ、カメラに向かって話しかけるっていうだけのやつでしたね。おいやそこなんですよね。なんすか、何をしてるのかなと思ってこれあれなんですよね、スイさんね、雑談結構重要なんですよね、はい、雑談すごく重要です。自分とコアなファン作ろうと思うとやっぱ内面知ってもらわないといけないので、アメトークのひな壇の人見ても内面わかんないじゃないですか、うんうんうん、だからあれで興味を持ってもらったって自分のことを知ってもらうフェーズが必要で、インタラクティブな雑談はすごいいいと思いますね。猫松さんはだから無意識にそれをやってて、うん、ファンを獲得してったっていうことですよね。戦略を考えるんだったらおじさんの声でそのままやんないと思うんですよねあそうか、まあ、王道的に行くんだったら可愛い声になるくらいボーイちゃんギチギチギチに詰めてキャラクターのデザインとか設定とかも練ってドーンって出すのが当てに行くってやつなんじゃないですか、うん、それが。ブレイクのきっかけみたいなのって聞いていいですかね、小松さん。自分がブレイクしたきっかけに、うん、ニャルラっていう最近だとニーディーガールオーバードーズっていうゲームを作った原作者の人が結構ウェブにいろんな記事を書く方で、うん、その人に取り上げられてもらったのが一つと、ハテナブックマークっていうところに自分の話題がホットエントリーで上がってたのが一つと、うん、あとニコニコ動画に黎明期 VTuber は VTuber のまとめみたいな動画が定期的に上がってて、その中に自分が含まれてたっていう3つの要素と、あと多分 YouTube のアナリティクス的にも優遇されてた部分があるのかなって思うので、 それらの複合的な要素が重なって注目される機会に恵まれたって感じだと思います。はあ、当時ってライバルっていたんですか。ライバルっていう言い方にはなるか分かんないんですけど、はあ、自分よりも登録者上の方とかは全然いたって感じですね。やっぱ気になりました。あなんか気になるっていうと気になるは気になるんですけど、あんまりそこで負けて悔しいとかこいつに勝ってやるみたいなモチベーション正直言ってそんなになくて、自分ってなんかあんまり声の練習とか発声の練習とかそういうのやってきたわけではなかったので、うん、まあ遅かれ早かれちゃんとした本当のタレントさんみたいな人が来たらそっちの方の方が人気出ると思いますし、いいものだと思うのでそれぐらいな風に思ってましたね。なんか要はそうなんだ、一歩引いたところから見た感じです、うん、四天王って呼ばれたんでしょ、黎明期のね。あなんか、うん、そうですね、そう呼んでくださる方はたまにいるんですけど、一応自分が監修できる記事についてはその呼び方はやめてくれっていうふうに言ってますね。テクノロジーが現れると、うん、最初に目に見つけた人が必ずやりだす、その時が一番面白いんじゃないの、うん、だからスイさん大変だったんじゃないかと思うんですけど、どうでした途中から。そうだね、後発組だもんね、うんうん、めちゃめちゃ大変でしたけど、うんうん、まだ2020年頃は今考えると早い
早めから持ってて、そうなんだ、もうここ直近1年ぐらいとかもう激戦すぎてやばくて、まだマシだったなと思いますね。何が変わったんですか、その当時とは。まあ、圧倒的なプレイヤー数で、うん、当時は大きなリードカンパニー的なところも各事務所にこう10人とか、まあ、15人とかしかいなかったんですけど、うん、今各事務所が100人150人って抱えてるからそうですよ、ユーザーのリソースを事務所の100人150人が持っていってちゃうし、あと残ってる個人税を見るっていう少ない層をいかに獲得していくかで、その人数もどんどん指数関数的に広がっていってすごい難しい時代になってると思います。ワイリア的には個人税ってどれくらいいるんですか？ VTuber って何かっていう話があるじゃないですか。そうですね、そっからいきましょうか、はい、難しいんですけど、はい、大体 VTuber 今2万5000人から3万人ぐらいは多分いて、聞いた、おくろさん、そのうち1000人とか2000人ぐらいじゃないですか、企業税って。で残りの多分2万数千人は個人税だと思います。1000もいる。漫画家より多いな。そう、多いと思うよ。特殊なスキルがいらないので、うん、例えばファイナルファンタジーとかモンハンのキャラクリする感覚でスマホポチポチポチってやっていったら、あのおっくんさんもしみちゃんさんも1時間半後ぐらいには VTuber になれるんですよ、やろうと思ったら。なりたい、そのテンションで参加してくると増えますよね、それ。じゃあ作ったはいいものの何もやってないやつもいっぱいいるってこと、死んでるやつっていうか。います。その2万数千アカウントの中には多分今稼働してないのもおそらく4割とか5割ぐらいはいるかなと思うので。そんなレッドオーシャンなんだ。すごいですよ今は。思ったんだけどストイックだよね、 VTuber の方が、うん、あ、 YouTuber より。今日しみちゃんと言ってたんだけど、おかずクラブの2人のうちのどちらかの方が、うん、あのご飯をただ無言で食べるだけの動画があるんですけど、うん、それがむちゃくちゃバズったりしてるんですよ、うん、でもそれってその人の表情だったり、うん、ご飯の食べ方だったりとか、うん、っていう個性が結構出るじゃないですか、うんうん。逆に言うとどこで個性っていうのを出していくのかなというか、うん、できることがさ、もう、そう、ある程度ゲーム実況とかさ、うん、対談とか、そう、あと雑談、うんうん、あと分かんないけど映画批評とかそういうのとかに絞られてくるからすごい難しいよね。みんな同じようなあれで競い合うことになってるってことですよね、水さん。うんうん、あの表現の幅はやっぱり YouTuber に比べると狭いかなとは思います、うん、のでその中でどうやって個性出すかみんなすごい試行錯誤していて、うん、これもすごい分かれるんですよ。 VTuber で専業で生きていきたいっていうことに命かけてる人たちと、なんか楽しそうだから始めてみましたっていう層の間には結構大きな谷があって、がっつり伸びていきたい人は何かしらの差別化を図っていきたいので、例えば今おっしゃってた映画の批評とかもそうですし、科学系に強いからロケットの打ち上げについてすごい考察する方だったり、世の中の犯罪について喋ってみたりとか、まあそういう方がいらっしゃいますかね。ジャンルで特化していくイメージかなと思います。なんで顔出ししないの？私の顔はこれなのであのごく一般的な疑問として可能性は広がるじゃない、こうやってやってた方がさ、こうなんて言うんだろう、動きも多様だしさ、わざわざそのアバターを作ることによって手足を縛られた状態でほぼ口だけで勝負するってことになるじゃん、うん、相当あれだよね、簡単に入れるけど、うん、だいぶ表情は表現できてるよ。あ、うん、口だけ動くわけじゃないじゃん。まあ、そうだけど、うん、まあ、まず顔出さない理由はあれですね、うん、インターネットに顔を出したら死ぬと思ってるオタクだからですよ。おー、なんかニコニコ動画のてかインターネットの黎明期ってなんかそのインターネットに個人情報とか顔載せたら死ぬみたいなのが常識っていうか、そういう共通意識みたいなのうっすらあって、でもそれこそ名前は出さないんですけど、ニコニコ動画でも割と黎明期の時に顔出しみたいなことやってた人いるんですけど、ものすごいやっぱ言われますよね、 やばいぞこいつみたいな、なんか、うんうんうん、でも YouTuber さんが台頭してきたあたりからネットとリアルの活動が地続きになってる人たちが増えてきて、うん、要はリアルで会社やってる事業者の人とかがリアルの活動の延長として YouTube やるようになったりとか、 あと Facebook とか TikTok みたいな実写をベースとしたユーザーがコンテンツを投稿するサービスとかが流行ったりとかしてきて、そもそもスマートフォンでインターネットにアクセスできる層が広がったことで、うん、母数がだんだん薄まってってインターネットので、 それで多分なんか顔出した方がいいんじゃないっていう方が増えたのはそういう時代の流れのものだと思います。
死ぬんだ顔を出したら死ぬ俺はもう何千回も死んでますよ毎週死んでる毎週死んでるぞ俺たちもうニコニコ動画が始まる前とかそういう世代の人たちって やっぱ匿名文化が強かったっていうか、はいはいはい、なんかインターネットといえばもう匿名でアクセスして書き込んでみたいなのが強くて、でそれこそ顔出してインターネットで著名的なのをやってるのってブログとかが流行りだしたあたりからアメブロとかで芸能人さんとかが日記的な感じでやりだしたり、でそれに追従する個人の人とかが出てきてようやくみたいな感じだったんじゃないのかなっていうふうに、うん、自分の世代間ではそういうふうに感じてますね。人ってマスクをかぶるとさ人格変わるじゃない、うん、はいはいはい、まあ、スイさんはちょっとまた別かもしれないんですけど、一般的に姿を変えたことによって普段の自分より切り替わってしまうみたいなことはあったの？切り替わるというか、なんかやりやすいというか、うん、やっぱそれはあるのかな。ありますよね猫マスさん。いや、ありますあります、うん、あのこの姿だったらある程度ぶりっこしても許されるだろうなっていう、あのそういうなんか多産的なものは発生しますよ、うんうんうん、私はあのアナリストっぽいところからの視点でお伝えすると、はい、あのね、VTuber を好きっていう層がリスナー層で結構いて、でそういう人は常に世になんかいい VTuber はいないかとか新人 VTuber はいないかっていうところを勧誘してる層がいるんですよ。なので新人 VTuber でデビューした時ってちょっとバフがかかるんですね、 YouTube のチャンネル成長において。でも例えばですよ、ゲーム実況者新人とか新人 YouTuber とかで検索してそういう層をアクティブに取りに行く人ってあんまりないじゃないですか、うんうんうん、っていうやっぱ YouTube のチャンネル伸ばすっていう意味では既存の枠組みに従ってできるので、うん、結構今のところは有利な状況なんじゃないかなと思いますね。そういう効果は期待してると思います。なるほど、うん、すげえマーケティングで見てるんですね水さんは。私一番最初の初配信の動画数2とかだったんですよ。でそこからやっぱどうやったらチャンネル伸びるかをずっと考えてきて、うん、メソッドとかノウハウを公開してる人なので、うん、そういうところに興味がありますね。いやでも3年半やってるわけでしょもう、うん、そうですそうです。そりゃ大したもんですよね。ありがとうございます。えその間にコスチュームみたいなの変わったの？いや私は変えてなくて、でも変える人の方が一般的ではありますね、うんうん、そうなの。人のやつやります。でもすっごいお金かかるんですよあれ。だってイラストをただ描いてもらうだけじゃなくて、うん、パーツごとに分割して、でライブ 2D モデラーさんに動きのモーションつけてもらってっていうところまでやって初めて動くので、じゃ相当金かかってる。だから袖がカクカクってそうですよ。 VTuber って皆さんなんか儲かるみたいなイメージ持ってる人もいると思うんですよ。それなぜかというと、あの大手の事務所の方が結構なスパチャとかもらってる、ランキングが公開されてるからなんですけど、うんうんうん、であれを見ると多分猫松さんがデビューした時って VTuber で大稼ぎしてやろうっていう人いなかったと思うんですよきっと。儲かるっていう情報が出回り始めて、で儲かるんだったらやりたいと思って入ってる人がいるから、そのために投資するっていう人が増えました。投資なのでこのイラスト作ったりとかサムネイル用のイラストの発注とか新しいモデル作ったりもすごいお金かかるんですけど、うん、ガチ勢でデビューする人はね大体7桁以上はお金使ってデビューしてます。7桁え7桁100万単位モデルだけで何だったら5、60万ぐらいかかるじゃないですか、はいはい、ライブ 2D って今 そんな単価になってるんですか面白いこれ、ね、これもちょっとお話ししたかったんですけど、 VTuber が生まれてからね、あの今までイラストを誰かに発注するっていうことって選ばれし一部の人しかやってなかったと思うんですよ。でもそうですね、 VTuber が2万人生まれたってことはイラストを誰かに発注する人が2万人増えたって意味なんですよ要は。で有名なイラストレーターさんにニーズが集中した結果多分かなり高騰してると思いますイラストの発注費用が。あ高い方にお願いしていいアバター作ってもらうっていう人は増えましたね。イラストも高いしライブ 2D の発注費も、うん、動きのいいライブ 2D モデラーさんの単価も上がってるって感じですかね、うん、そっちはイラストほど顕著ではないですけど、でもやっぱり多少上がってるんじゃないですかね。さっきスマホ1台あればできるって言われたじゃないですか、はいはいはい、それってどれぐらいのキャパでできる感じになるんですか。スマホだったらできる限界というか、はいはいはい、ほぼ動きませんとか、はい、無料でどこまでできるのかと。そう、うんうん、そうね。辻さんの言ってるやつって具体名出しちゃうとリアリティのこと言ってますか。そうですそうです、はい、リアリティとかです。あとイリウムとかですね。あ、はいはいはい、あなるほどなるほど、あじゃあどうぞどうぞ説明してもいいですか、うん、お願いします、はい。リアリティっていうアプリケーションの場合はアプリの中にプリセットのアバターのアイテムみたいなのがキャラクターを作るためのシステムがついてて、あの任天堂のミーってあるじゃないですか、うんうんうん、あんな感じで目のパーツ、髪のパーツ、服のパーツみたいな風に選ぶともうそれでもう出来上がりですと、うんうん、ただしリアリティ内のパーツとかの表現の中に限定されますっていう制約があるんですよ。で基本的にはリアリティで作ったらリアリティのプラットフォーム内で
まあ、配信してリアリティの活動者さんが、YouTube とか別のプラットフォームに軸足を移す時とかもあるんですけど、それだとちょっとリアリティで できることの制約は受けちゃいますっていうのが一つと、もう一つ、イリアムっていう、アプリがあって、そっちの方はイラストの1枚絵をアプリケーションに読み込ませると、その AI が判断してくれて、その目のパーツとか口のパーツとかを自動で動かせるようにしてくれてやるみたいなのもあって、1枚用意できる人はイリアムだったり、全く何もないよって人はリアリティから試しに始めてみたりっていうのが、まあ大体よくあるパターンです。俺でもいけるんだと思って、知識とお金が絶対いる業界かなって勝手に思ってたんで、まさかこの今のご時世スマホでできちゃうんだったらっていう、ある程度のラインまでは、はい、いけるっていうのは。でもスイさんあれですよね、投資した分はやっぱ効果あるんですか？なんか覚悟見られますね、やっぱり。汎用的なモデルでやった時にやっぱちょっと、あ、この人はそんなガチじゃない人本気じゃないんだって思うんですね、はい、見る方がこの人は本気だっていうのがポンパッて見て分かるというメリットが超えてるので、最近のリスナーさんは。なるほど。